私のたった一つの望み、可能性の希望、希望の象徴、どうぞ。俺は行くよ。可能性という名の内なる神。お前か、さっきから私の頭の中に入り込もうとするのは。怒っている。これは理不尽だ。ふん、面白い。やってやろうじゃないか。可能性の火はつなげなければ。ここから出ていけ。押し通れ。人の心に悲しさを感じる心を知る者だ。ガンダム、俺に力を貸せ。すごいプレッシャーだ。なんだよ、あいつ。いつか人の心に近づく世界を追う、その時は。正しかったのか分からない。それでもここから出ていけ。押し通る。迷ってる暇なんてないんだ。出撃するよ。わからせや。私にかかったら何もかも力なんか出せるもんか。こいつは俺が止める。これで。なんだ、なんだ、何を言う。ここから出ていけ。が多すぎるから感じる心を止めはしない。信じる。自分の中の可能性、なすべきと思ったことを。ブルフロンタル、出るぞ。
それを押し付けるのも傲慢なんだ。でもそれはエゴと呼ぶべきものです。そうして全体を顧みない人たちは地球へ。敵フィールド制圧しました。ここから出ていけ。押し通れ。可能性という名の内なる神。だが、あなたはその力を間違った方へ向けてもなりません。もうその時まで当てる。落ち着け、落ち着けよマナージ。訓練を受けてるはずなんだ。あの人が私が出るしかない。人の心に悲しさを感じる心を知る者が。ガンダム、俺に力を貸せ。シャアなのか。違う。私のバイオリンを褒めてくれたシャア・アズナブルはお前のように空っぽの人間ではなかった。今の私は空ではない。器たるこの体にシャアの呪詛を語らせる何かが宿っている。オードリー、君は先に行け。でも必ず帰る。何があっても君のところに。君の迷いと恐怖が伝わってくる。可能性を残したいという思い自体が可能性を殺しているのだ。いつまで人真似をしているつもりだ。お前はシャアじゃない。シャアのふりをするように作られた。下がれ人形だ。いい反応だ。当てる。あんたはニュータイプなんかじゃない。自分では何もしないできないくせに人を見下して笑うことしかしない。大したものだ。君は実に強力なニュータイプだ。これから君がなすこともやがては歴史の闇の中に埋もれていく残留思念による侵食だと。人の総意の器であるこの私に。その器は歪んでいる。じきにわかる。究極の感能を得るということがどういうことか。真のニュータイプとなる代償に君はそのマシーンに食われる。暗黒に帰れ。